暗闇の中をさまよう心があった。いわれなき闇の深淵へと突き落とされたその無垢な心は、無垢なるゆえに泣き、無垢なるゆえに光を拒み続けた。月田正太より入電。アリタイル新線224号車両全損、生存者なし。シリウス正太より入電。レグレス本線811号車両全損、生存者なし。各隊へアディロス分岐点へのワープ移動許可、現着次第状況報告。お待ちどうさま。ほら、食欲がないときはラーメンに限るぜ。聞いたことないけど。知らねえのか、ラーメン屋のせがれのくせに。いただきます。ありがとうございました。ちょっと母さんの味に似てる。そいつはよかった。大抵のことはやり直しが効くもんだ。そう落ち込むなって。手に職もあるんだし、なんならタビトに帰ったっていいじゃねえか。そうだ、お袋さんの店手伝ってやれよ。別れは告げてきた。お前一体仕事で何やらかしたんだ。やらかしたんじゃない、何もできなかったんだ。え、どうすることもできなかった。どうしていいのかわからなかったんだ。これじゃ手の出しようがねえ。あの炎の中に何人の人が。ルイ、管理局へ目視状況の報告だ。はい、銀河鉄道管理局。こちら SDF シリウス正体、アディロス分岐点に現着。状況報告します。くそ、ゲームでもやってやがるつもりか。お前が SDF の隊員だったとはな。そんなに意外か。うん、かなりな。みんな向いてないって言うよ。向かないって言うより持たないんじゃねえか。持たない。お前のことよく知らないけど、なんとなくそんな気がする。心が埋まりっぱなしってのかな。どうせ俺はガキですよ。止めてくれ、ここでいい。だけどな。ん？だけどそういうやつ嫌いじゃないぜ。やめちまえって。え、銀河鉄道の番犬なんてお前には似合わねえよ。それじゃな。結城学か。人は全く推測できず、人心に不安が広がっている。事件は広域宇宙組織による連続テロの様相を呈しているものの、犯行声明や予告の類は依然としてなく、この許しがたい大量破壊、無差別殺戮の意味、目的は今もって不明です。銀河鉄道管理局は、妖怪型素粒子爆弾を初めて使用したのはアルデバラン戦線を制したロメール星解放軍です。成分組成を組み替えた特殊フェグリノールを使ったものが最も破砕力に優れていて、その威力は赤ん坊の拳大の爆弾1個で重戦車を跡形もなく引き飛ばしてしまうものです。医薬品を偽装し、マナマナ、辛くと踏み出すのです。誰だ。ニュース速報です。今朝未明、一連のテロ事件で最初の被害に遭ったダイマゼラン行きの銀河特急323号の乗客、レイチェル・アイハラさんを蘇生させることに成功しました。
SDF シリウス小隊所属の医療セクサロイドによる適切な現場処置と医療センターが独自に開発を進めてきた最新の蘇生技術が功を奏し一命を取り留めたという。隊長、命は取り留めたが天涯孤独だそうだ。ユキ。はい。俺たちは時に最悪の結果だけを前にすることがある。それは誰にもどうすることもできないものだ。それでも我々はその状況において最善を尽くさねばならない。どんな状況にあっても、たとえ目の前で仲間が殺されても、悲しみに耐え、怒りをコントロールできなければ、SDF の隊員は務まらない。俺はそれをお前の父親から教わった。お前が SDF の隊員だったとはな。向かないっていうより、持たないんじゃねえか？夢や憧れだけでは SDF の隊員は務まらない。理想だけでやっていけると思うなら、とっとと SDF をやめろ。心が埋もれっぱなしってのかな。だけどそういうやつ嫌いじゃないぜ。隊長、場所をわきまえろ。ユキ、すいません。隊長、俺の謹慎を解いてください。俺、変われないと思います。でも、もう何があっても立ち止まることはしません。職務に復帰させてください。お願いします。好きにしろ。自分で決めろと言ったはずだ。隊長、すぐ部屋に戻って着替えてこい。各隊の車両整備が終了次第、 SDF は大隊出場する。遅れるな、ユキ。次の爆破を全力で阻止するぞ。了解。システムチェック、システムチェック、スタンバイ。移動通信レーダー異常なし。ビッグワン出場位置へ。皆さん、この度はご迷惑を。学ぶ、早く座れ。はい。学ぶ、モニターを見ろ。一連の被害車両すべてデスティニーを出てから20時間で。メイン回路接続。接続。システム、オールグリーン。うわ、発進。本気でやり直すんなら、その使い物にならねえ銃を捨てろ。俺、最初から本気です。もうあんな迷惑はかけません。ちただいま、銀河鉄道管理局からたくさんの車両が大空に向かって飛び立っていきました。皆さんも無事を祈ってくださいね。フォートワース号、捕捉。距離 0.3 宇宙キロ。並走状態へ。並走へ。乗客にはマニュアルに従い、架空の状況を説明済みです。パニックの恐れはありません。
速度を維持したままシールド解除、チューブ接続。乗客全員をビッグワン後部車両へ収容する。外にはないぞ。車内にも見当たりません。なあ、おばちゃん。なんだい？おばちゃんの子供って銀河鉄道の事故で死んだんだろ？そうだよ。なのにどうして銀河鉄道に奉公なんかしてるんだ？さあね、死んだあの子が銀河鉄道好きだったからがね。どうしたんだい、やぼからぼうに。いや、ちょっとな。あんたの母さん、今頃喜んでるだろうね。こんないい子に育ってさ。今日は早じまいしたらどうだい？雨ひどくなりそうだぜ。ああ、そうだね。そうだ、おばちゃん。ん？ちょいと頼みがあるんだ。身分証を提示してください。止まりなさい。まだなのか。あった。まさか。リゲル招待。576号の爆弾処理完了。ヘルセウス行き388号、二重星団を通過。カピラ小隊が追尾を開始しました。管理局内に侵入者、武装してる模様。 SDF は全体出動、総員警戒態勢。翔くん気をつけて、どこかにテロリストが。手柄だったな、マナブ。しかし、まさか出入り業者に化けてやがったとはな。おい、どうした？隊長、帰還命令を出していただけませんか？え？何を言ってる。俺たちは次の列車を。理由を説明しろ。そのベンダー知っているんです。あいつがテロリストの手先だったなんて思いたくない。でも救命。あいつはショーは俺にこう言ったんです。 SDF なんて銀河鉄道の犬だぞ。 SDF、 いや、銀河鉄道そのものを憎んでるってのか。だとしたら本当の狙いは。鉄道管理局。隊長。隊長、戻りましょう。もう遅いかもしれん。
ルイ、管理局との通信回線をチェックしてみてくれ。はい。どうしたルイ。全てのチャンネルが遮断されています。各隊へ連絡、爆弾処理班の任務を調整してくれ。シリーズ正体は帰還する。了解。銀河鉄道管理局より SDF 全体に、ただいまをもって全路線の運行を終了。下僕である諸君らの今日までの忠誠に感謝する。デスティニーへの帰還も不要であるが、銀河鉄道とともに準じたいものがあればその限りではない。以上。ありがとうよ、上出来だったぜ。あとは私一人残ればいいだろう。何か勘違いしてるみてえだな。逃げたい奴は逃げればいい。この日が来てしまった。何が目的なんだ。俺はただ銀河鉄道をぶっ潰したいだけよ。若者よ、あなたはやはりここへ来てしまったのですね。なんだあんたは。ちっ、おつに澄ましやがって。てめえが銀河鉄道の親玉ってわけか。パスをお持ちでない方はお乗りになれません。お金ならいつか必ず払います。だから規則ですから。お願い、母さんが病気なんだ。ヘリーメルナーにいる先生に。なんだよお前。しょ、頼む、いないでくれ。何なんだよその全てを見透かしたような目は。待て。しょ、学ぶ、一人だと。なんだよ、職場復帰したのかお前。てっきり辞めたのかと思った。しょ、どうしてこんなこと。俺はこの日のために生きてきたんだ。なんだって。学ぶ、死にたくなけりゃ。このクソ野郎が。バカ野郎、どけ。仕入り、ユキ君。しょ、もっと撃て。早く俺を撃ち殺すがいい。ここを狙ってくれよ。望み通りに。撃つな。あれは旧式の原子力電池だ。あたり一体吹っ飛んじまうぞ。わざわざあんな年代物を。爆弾魔自身が爆弾？どうしてそこまで。撃たないのか？撃たないのなら。頭を狙え。ショー、やめろ！ユキ君！学ぶ、ユキ、下がれ！ショー、両手を上げろ！学ぶ。あいつ、手を上げてくれ、ショー！出ないと、出ないと俺は。お前を。バカ野郎、なぜなんだショウ。俺はお前に。なぜなんだ学ぶ。お前はなぜ銀河鉄道を守る。何、お前の親父と兄貴の命を奪ったのは銀河鉄道なんじゃないのか。病気のおふくろを助けたかった。助けてほしかった。銀河鉄道にあるのは鉄の規則と秒刻みのダイヤだけだ。ショウ、銀河鉄道は心をなくした化け物だ。リセットした方がいいんだよ、学ぶ。違う、違う。どんな理由があってもお前のやったことは。銀河鉄道は人の喜びや悲しみや
夢や人生を運ぶものだ。父さんや兄さんはそれを守るために死んだ。だから俺もそれを守りたい。命に変えても俺は銀河鉄道を守る。それはお前の正義だ。命に変えてもか。ならば銀河鉄道と共に死ね。開けてみればわかるとさ。倉庫の奥に最後の一ケースが残ってた。賞味期限に気をつけろって。3日でこんなに飲めるかよ。その魂はかつて紛れもなく澄み切っていた。銀河鉄道を愛する者、憎む者、全ての人の旅路が出会いが光の中であった。頑固整備士ホイットマン、最後の機関車825号、ふるさとの星に熱い汽笛がこだまする。次回銀河鉄道物語第8話、残照。俺たちは次の駅で何かに出会う。